った、これこれ。虫嫌いの僕に虫の巣なんか持たせないでよ。よいしょ。砂は簡単に取れるからありがたいな。てや！僕も鍛えたからこれくらいなら平気さ。いらっしゃい。それでいいのかい？ありがとう。また買ってくれよ。毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。てやー、ただの石ってこれでいいのかしら。そもそもただの石ってどういう石なの。はい、神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。糸の扱いなら慣れています。裁縫は貴族。よーいしょ。こっちの木は島で取れる木よりもがっちり中身が詰まってる感じがするね。これ使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。よーいしょ。あ、どうだ。虫を近づけないで。音を聞くとゾッとするんです。錬金術に使ってよーし。取れた。食べてよーし。そりゃ
よっしゃ。キノコはお店で買ったものを食べるのが一番安全です。とりゃどこに行こうかな。よし、行くぞ。何にしようかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。どれにしようかな。これでどうだ。いい感じ。さすが私。できた。さすがにこの数は大変だったな。で、のんびりしてられないか。早くクラウディアのところに持ってってあげないとね。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。いい感じだと思う。ありがとうライザ。これでどうにか納品できるよ。喜んでもらえてよかった。それじゃあこれ材料の代金ね。え、お金なんていいよ。友達なんだし。ううん、
気持ちは嬉しいけど、仕事だからお金に関してはきっちりしないとダメなの。そっか。それじゃあ、ありがたくいただきます。あ、そうだ、もう一つ。前にね、面白い本を見つけたんだけど。ずいぶん古い本だね。これどうしたの？前に偶然見つけたんだけど、錬金術に関係してそうな本だったから買っておいたんだ。え？あ、これ錬金術のレシピだよ。本当？勘違いじゃなくてよかった。私のためにずっと持っててくれてたんだね。ありがとう。お礼を言うのはこっちだよ。ようやくずっと抱えてた問題が解決したんだから、これで私もちょっとだけ自由に動けそう。自由に？それってつまり一緒に冒険に行ったりもできるってこと？もう少し細かいあれこれが解決したらだけど、一緒に行っていい？もちろん、いつでも大歓迎だよ。冒険絶対に行こうね。どこに行こうかな。よし、行く。こんなのはどうかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。こんな感じかな。エアドロップ？普通の飴玉みたいに見えるけど。物としては普通の飴で、味もそこそこかな。けどこの飴玉は舐め続けている間ずっと空気が出るらしいよ。つまりこれがあれば水中でずっと、いかにも錬金術って感じだよね。私があげた本、そんなすごいのが載ってたの？ライザー、邪魔するぜ。いらっしゃい、クリフォードさん。どうしたの？ああ、そろそろ遺跡探索に行くのにいい頃合いじゃねえかなと思ってね。おっと、バレンツ商会のクラウディアじゃないか。先客がいたとは気づかなかったぜ。失礼。どうも。ん？その飴玉見たことないな。ついさっき錬金術で作ったんだよ。エアドロップって言って、それを舐めている間は水中でもずっと息をしてられる道具なの。何？それは本当か？水の中でも呼吸することができる。時は来た。これを使ってあの水中の遺跡を探すんだな。これはただ作っただけで、そんなつもりは全く。でもそっか、これがあればタオが行ってた場所を探すことも。よし、決めた。タオたちに声かけて行ってみよう。もちろん俺も行くからな。それじゃあ早速。ま、待って、ライザー。私も連れて行って。え？ってことはもうのが片付いたから、これからは一緒に冒険できるよ。やったね、クラウディア。また冒険に行けるなんて嬉しいよ。こんにちは、ライザさん。また遺跡へ行くんですか？あ、パーティ。あら、ライザのお友達？はじめまして、パトリチア・アーベルハイムです。ライザさんたちと遺跡調査をしています。そうだったんだ。私はクラウディア・バレンツ。
よろしくね、パトリチアさん。クリフォード・ディズウェイ、トレジャーハンターだ。よろしくね。よし、それじゃあ出発しよう。